ホークス、ホームとビジターの勝率。今江、打たせまくって打撃フォーム崩したろ。マリンは欧風がきつくてもいねろ。60。大、ガマンドから飛ばされそう。言うてもトップクラスの勝率で草。ビジターでも強すぎて草。ベイスターズビジター15勝10敗勝率。600ホーム10勝18敗1分勝率。357。ガシマン取らなかった他球団が悪い。言うてマリン乗っても同時やしな。ホーム球場に最適化した打撃スタイルになるから当然なんよな。ビジターで強いチームどうしたら倒せるんや。もう優勝確定したんか。ベンの猫屋敷での勝率やばない。猫屋敷もホーム説。打ち合いならワンチャン勝てるけど、守りの野球の西武からしたら上位互換のソフトバンク戦はかなり厳しい。こんだけホームとビジターで打撃成績乖離してるの珍しくね。投手成績は差がはっきり出てるの見た記憶があるけど、ワンナッツのインチキ球団のモデルナだけあるな。ここだけの話だが、ホークスは昔から屋外デーゲーム苦手。ホークスって強くなっただけでなく、金満でいい選手集まるようになったな。ご視聴ありがとうございました。